いやランセどうもミスター・ブシトでございますどうもアベノシンですよろしくお願いしますこの「ブシラジオ」では歴史ユーチューバーミスター・ブシトが歴史初心者アベノシンにいろいろと教えていきますはいよろしくお願いしますい。来ました「ブシラジオ」うんどうする家康です今日どうする家康かいちょっと久しぶりですねそうだねちょうど半分終わったというところでね25までいって多分全部で48ぐらいだから実質もう折り返しに入っちゃったんだけどそっかもう半分あっという間だねもう半分かというまあだってね今撮影日が7月7日だけど もうね1年もだってもう半分きたわけですから確かにそうですねそう下半期ですよねそっか大河好きの人はこうやって大河とともに1年が進んでいくんだねそうなのよなる初めて体感してるけどそうかそうそうだからちょうど話が半分終わったってことは1年が半分終わった分かりやすくていいねそう分かりやすくなるほどなるほどマイナスこういう感じだったんだそうなんですよでどうですか阿部さんはい半分きたところでいやなんかねあの こと今回のドラマが評価どうかっていうのはあれですけど個人的にはめちゃくちゃ楽しんでみてます。もう夫婦二人で飽きることなく。はいはいはい。あの結構ね私一人で見んのかなと思いましたけど、あもう一緒に見るからちょっと先見ないでねっていう感じで。もう妻も一緒に必ず見る見てるんで。やっぱ初心者向けにはじゃあいいのかなっていう感想は持っております。はいはい。はいめちゃくちゃ面白い今まで。ねえ。はい。えっと安倍の氏の妻は。はい。

なくなりましたけど。本当よ。これどうです。いやね、お二人で言ったのはね、お月山殿が作ってくれたこの世界、安寧の世界で一生懸命やっていかなきゃねっていう感想にはなりました。もうね、あんな感じでさ、こうなんか平大平安寧のようさ作りますみたいな感じでさなくなったじゃない。あもう頑張んなきゃなって気持ちになりましたよ。あそうなんだ。頑張ろうって気になった。頑張るって気持ちになった。ただね。 辛い <laughs> <laughs>、まあ辛いって言ったら辛いよ、ね、辛いしかもさあの回さセナ、うん、だ,だけじゃなくてさあの信康もさはいはいしさあの二人同時に亡くなるのはもう辛すぎる息子と妻を一緒に失うってさ想像絶するよほん当絶する、うん これは本当にあった話だからね、歴史として、まあ、その描き方を置いといて、うん、事実として家康は。二人を同時に失ってるからね。いや、そう、これあったんだもんね、事実として、ねそうそう。その、そのね、あの、なんでそうなったかっていうのは、未だに解明はされてないけど。うん、だから、まあ、今回のドラマでは、そのオリジナルのね、うん、書き方があったわけだけど。うん、いや、すごいことだよ、本当に。本当だね。うん、もう、それをしなきゃいけないような状況になるっていうさ。うん、やっぱ、時代がすごいよね、もう。人殺したゃだめっていうのがベースにある、今、俺らは世界に住んでるわけだ。うんうん それが別にない世界だとああいうことが起きちゃうんだね。まあただなんかねちょっとねセナが亡くなるまでの、うん、そのこう展開は、はい、結構いろいろ今ね賛否両論ある感じなんですよ。はいうん、ちょっとなんか受け付けないみたいな人もいてさそ,うだ、ね、それはちょっとね僕もねちょっとうんいろいろね思うところがあったねいろんなコメント来たから。そうだよね、で確かに思ったのは、うん、そのは今回セナのさ 暴虐というかなんか理想の世界みたいなのを気づこうとしてあのバレちゃってこういうことなりましたみたいな流れだったじゃない。やっぱこう現代に生きる今の視聴者としてもいやそれま確か理想だけどちょっと無理無理ないみたいないうふうに思ったんですけどあの時代にああいう思想はやっぱあるはあるんですかね。そうこれがね本当にね難しいところで結構僕動画の中でもねなかなか考えながら言ったけど。 まず、その通説としてのその築山殿の事件、うん、この事件っていうのは本当に築山殿が武田に続いてて信康と一緒に裏切ろうとしてたんじゃないかっていうふうに言われてるの、ね、まず第一に、はい、でも今回はその設定をなくしてああいうふうにやったわけなんだけども、はいうん、だからそういうその通説を知ってる人間からするとちょっとちょっと考えづらいというかそんなこと思うのかなっていうふうにはまあ思っちゃう。あとやっぱ戦国時代だからさみんな戦うのがそのね当たり前の時代の中で平和にしたいっていうのって変じゃないと思う人もいたかもしれない。けど 実際もうあの時代ってやっぱり戦乱が続きすぎてて汚人の乱ぐらいからね100年以上戦い続けてるわけだから実際その戦に飽き飽きというかもういいじゃん戦争みたいなっていう気持ちになってたのもあながちねなくはないんじゃないかなと思って具体的には分かんないけど当時の人だってそれは辛いには変わりないもんね。死にたい人がいるわけじゃないと思うからみんな死にたくないけどしょうがなく戦ってるっていうのが戦国時代だと思うんで。 ああいうふうに戦いたくないって思う人がいるのは全然おかしなことではないと思う。そこはねすごい俺も思ったんだけどだからあのなんかさ考え方分け与え合うって奪い合うのではなく与え合うっていう考え方にしましょうみたいなっていうことだったじゃん。あれって本当に今どきっぽい考えそうだよね。で思ってだからこそなんか受け付けないっていう人も多かったのかなと思って世代間ギャップというかさまさにその。 SDGs なんだよ考え方ああ、そうか。そう。奪い合っててもダメだから、うん、あの持続可能な。 分け与えをししまょうと現代の人たちだってさもう石油がなくなってきてるんですねガソリン高くなってるからっつってじゃあ石油持ってる国と戦争しようぜなんて誰も言わないじゃんいやなんとか節約したりとか他の代替エネルギーを探して持続可能な SDGs してきましょうっていうトレンドじゃん今のまさに今のトレンドでもそれで俺たちが奪い合う戦争しようっていうふうに思わないのってやっぱり第二次世界大戦っていうとてつもない人が死んだ世界大戦を乗り越えたからだと思うんだよね いいじゃん虐殺とかしてそれまでして奪い合いたいのっていうだから資源は減っっっててててきるるけけど SDGs しよよう言わじゃんだから戦国時代ってまさにその殺し合って人が死にまくった時代だからそのピークなわけじゃんその後江戸時代来るわけだからって考えるとその瀬名みたいな発想が生まれるのっておかしなことじゃないかもしれないある意味逆に自然あの時代だからこそ 戦で人が死にまくっていっぱいして人が死んでもうしんどいしんどいなってなった行き先にはあの奪い合うんじゃなくて与え合おうって考えになるのは意外と自然なのかもそんな綺麗事だって思うかもしれないけどその綺麗事俺ら言ってるからね今の時代の人たちってみんな綺麗事言ってるのだねだからそう考えると俺おかしなことじゃないかもなって最近思い始めてああなるほどそう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 だからねそう考えるとやっぱ「どうする家康」ってめちゃめちゃ時代意識して作られてるなっていう。 やっぱそうでその話ちょこちょこあったもんね、LGBTQ の話とか。だからそれが逆になんか説教臭いから嫌だみたいなのも、うん、まあ,あるっちゃうけど多少はね。うん、ただ、やっぱちゃんと考えられた上で作られてるんだっていうのは間違いない。あー しあとはすごい思ったのが世代間ギャップっていうところで言うとやっぱり今のいわゆる Z 世代っていう人たちこそ SDGs の考え方がより浸透してる全員がそういう同じっていうわけじゃないですよもちろん。あくまで傾向としてというかイメージとしての話になっちゃうからいや俺は Z 世代だけどそんなこと考えてないって人ももちろんいると思うんで反論はあるとは思うんだけどそのイメージとしてやっぱり俺らより上の世代って。 競争の時代だったと思うんだよね自由と競争、うん、個性と競争というかさ試験に勝っていい大学に行っていい企業に就職するっていうさ、はい、戦いの世界を生きてきたわけじゃん。はいはい、でそ,のそこで出世することいい大学いい学歴を積むこといい、うんえー、企業に就職することこそが、まあ、幸せになれることだっていうふうに、はい ずっそうですねうちも言われてましたから我々のね、うん、親世代のそうそうそう、はい、っていう、うん、やっぱ考え方じゃん競争の世界じゃん、はい、でもそれが少しずつやっぱりその競争してもしょうがなくねみたいな、はい、まあそれは多分その資源が頭打ちになってきてる。うん、どんだけ勝ち 勝ち上がっていっても結局そ総取りできるもんがそもそも少なくなってるしっていうところもあると思うしいろんなその犠牲が大きすぎるとかね競争した上で犠牲が大きすぎるとかいろんなことがあって少しずつ変わってきたわけじゃん例えばなんかそのこれは極端な例としてさ徒競争をみんなで手つないで一緒にゴールしましょうみたいな話あったよねそれおかしくないみたいな意味ねえじゃんみたいなでわってんかあったじゃんでもそれってまさにそういうことだよねそうだね競争の社会から SDGs の分け与え分け与える合う 社会へ変容しててる多分それを今そういう世界になって生きてる Z 世代の子たちっていうのはもちろん中にはね頑張って受験戦争とかやってる子はいまだにいるとは思うけどやっぱ多くこれもねもしかしたら違うっていう声もあるかもしれんけど僕のイメージとしては多くの人は誰かに勝つよりもどれだけ友達増やせるかみたいなどれだけグループのね輪が輪の中にいられるかっていうことが大事みたいな。 フォロワーがが多い方がいいい方みたいなフォロワーの数の勝ち負けとかまあ置いといて、はい、そううなんだろういっぱい人より稼ぐとかうん、うん、人より上にいく、うん、勝負で勝つってよりも、うん、自分のことを認めてくれる人がたくさんいた方がいいみたいなっていう考え方に変わってるんじゃないかなと思ってからなんかその恋人作らないみたいな話もさ、ね、聞くんだよね若い子たち、うん、別にに恋人人を作っったこととよってその人との時間 だけに縛らられるるとと友達と遊ななくなるからその輪から抜けちゃうことになるからそれが嫌だから恋人は作らずにその友達を増やす方向に行って結果なんか装飾系とか言われちゃうんだけどそれは別に装飾っていうわけではなく普通に彼女とかっていうよりも友達とかの方があの比重が大きくなってる。 価値観としてっていうのがあるのかなと思ってて、だから多分そのこのセナの言ったことは綺麗事すぎるっていうふうに思って、うん、こんなこと言うわけがないとか、はい、あの強詰めしたわみたいなコメントする人もいるんだけど、多分そういう人たちっていうのは、うん、競争の世界を生きてきた人だと思うんだよ。いやいや勝って人より出世することが大事でしょっていう。 ことを教えられてそういうことを考えて生きてきた人だから、うん、そういう分け与えるとか言ってるのは新しい世代の、うん、Z 世代の考えだから受け付けないっていうかさ<ー>いつの時代もやっぱあるじゃん世代間の気は、うん、まああるっちゃあるよね今どきの若いもんはみたいな。はい っていうことなのかななってんかそれだとそういう人たちをディスってるように聞こえちゃうかもしれないけどあくまでも一つ分析としてね分析としてですねそれが悪いこととかではないと思うしどっちが正しいとかはないとたまたまその時代にマッチしてたのは競争でその競争の時代を経た上で今は競争よりも友愛の時代になったっていうことだっていうだけの話だと思うんでだから「どうするイエス」の描き方っていうのは本当にやっぱ時代 時代を意識して作られてるっていうのをめちゃめちゃ後々感じてねなるほどそ,うかそこが汲み取れるシーンだったのかもしれない、ねうん、そうだからなんか単なる歴史ものっていうだけではなく、うん、単なる時代劇っていうだけじゃなくて、うん、一つの,そのメッセージ性を込めたドラマとして、うんえー、作ってるっていうのをめちゃめちゃ感じた、うん、ああなるほどっていうところはすごく言いたかったから安倍のシーンを利用してねちょっといろいろ言わせてもらいましたけど <laughs> いや面白い面白いでもいろいろなね解釈あるから、うんうん でも確かにセナーが言ってること現代人からしたらさ別に「えっ何言ってんの?」とは 別に思わなかっ,った時代が合ってなかったんだろうなっていう感想になったからだから別に間違ったこと言ってないし確かに理想は理想なんだけど、うん、で,で現にその俺らがそういうふうになったように、うん、やっぱその戦争を経たくさんの戦争を経験して、うん、いやもう争うのやめましょうよって考えになるのもまあおかしくはないのかなって実際あったかどうか分からんけどねあれは完全にその記録がないんで、うんはい、でもまあああいう脚本もまあ,ありなのかもしれないと俺は今は思ってる。 なるほどねいやそっか会議見たいねいやほんだよどうやって考えてるのかねめちゃめちゃ考えられてると思うよあそうそりゃそうだよだってす時間かけてねそうてるわけだもんねしかもねそのもうね国民的なさコンテンツだからね大変責任もねでかいからまあただね一個やっぱね引っかかるというか思うのはその前あの ホイイチョ的生コラボしたコラボさせてもらった、ババ監督、ホイチョイさんとコラボさせてもらって、ババ監督とお話ししたけど、そのにまに、ちょっとあんま使えないから、結構カットしちゃってる部分があって、多分公開されてる動画で言ってないと思うんだけど、実は結構、裏でそのババさんと、どうするヤスの話も結構深くしてて、いいですねその中で、ババ監督的には、どうするヤスにメッセージ性入れすぎじゃないかっていうこともおっしゃってたのよ。 いややでもやっぱエンタメの根源はさ楽しませるもんだから、うんはい、その考えさせる映画って俺はどうなんだって思うと馬場監督が言ってたのよ。もちろんその映画撮りにもいろいろねパターンがあると思うけど、うん、だ黒澤明っていうそれこそ馬場監督は黒澤明の作品をいろいろ見ててその中でこれはあのメッセージ性が少ないから単純面白くて好きっていうのもあれはい、はい、これなんか説教臭いから嫌だみたいなのがあったりするらしいんだけど。 で馬場監督的にはメッセージ性とかよりも単純に見てて面白いでいいじゃん、うん、みたいな小難しいこと考えなくてもいいじゃんエンタメなんだからっていうことをおっしゃっててその時は俺はでもやっぱ作品にはメッセージ性とかがあった方が大人なんじゃないのかな、はい、って。<laughs> 思ってたの聞きながら馬場監督って映画監督ですねすごい作品も作ってる方だから逆にそうなんだと思って映画監督ってそういうのいろいろ入れつそうじゃんそうだねん、私はちょっと意外かもしれないだから意外だなと思ってそんなシンプルに単純に面白いもの作ろうってやってたんだと思って意外だなとか思ってたんだけど今回のこの「せなの」を受けていろいろ考えすぎちゃって SDGs がどうとかいろいろ考えてさ いやもうなんか何も考えずに面白いっていう作品でもいいかなって馬場 <laughs> 監督のおっしゃってることもんかわかるかもってなってきちゃってさだからこれもまたなんかさ、うん、振り子というかさだから多分その、うん、何も考えずに見れるエンタメばっか見てたら、うん、もっと深いもん欲しいっていうか。はい メッセージ性込めたもんん見せててくれよっなるだと思うしそういうのばっか見てるといやもっとなんか手放しで楽しみたいみたいなさ難しいこと考えたくないってなるみたいなさ結局そういうことなのかなっていう感じもしてきた皆さんが今どういう状況かによって感想が変わるみたいなそうだからだから一つの作品でもさ見る人のその時の状況によって私はこう思う私はこう思うって変わるしそれこそ俺だって昔見た同じ映画でも子供の頃見たものと今見たもの全然 感じが違ったりとかするからさ結局その作品の評価なんて不可能なんだよねそうだね本当そうだって今俺も最初セナ見て今頑張っていかなきゃとかいう感想思ったけど全然違う感想を持った人だって言ったらままほどいるわけだからさ、わかんないね確かに評価ってできないそう評価できないだからこれはダサくだとかあのいやこれは素晴らしいどっちの意見もあるわけ名作だっていう意見もあればダサくだっていう意見もあって でそういう意見が出るのは当然なんだでそれをやっぱなんかもう押し付け合うのではなくあのねあそっか見る人によって違うんだってことを改めてねこのチャンネル見てる人には思っていただきたいなるほどだからしないでほしいそうだねどっちの意見というよりかこの意見自体が多いことが素晴らしい作品だういうことなのかもしれないですそうだそんだけ言われるってことはさ考えさせてるってことだうだね考えさせられたもんやっぱね何もね思わなければ何も言われないわけだからはい いやだからなんかねすごいでもこんだけ盛り上がってるよくも悪くもねコメントがいっぱい来るっていうのはいいことかもしれないトータルでそうですね俺もびっくりしちゃ600コメントとか来てたから解説とか600そんなつくのと思っていやでもそんだけ考えた人がいたってことだよねそうだ十10年何万回再生されてコメントしてくれた人も600ねいくつとかあっていやだからほんにすごいいろいろと もう重たかったのセナの、はい、なるほどユーチューバーとしてもそうで視聴者としても重かったしいやーなんか本当にすごいなんか半分きて結構どっと疲れたって感じですよ、ね、ああなるほど、うん、そういう感想でも半分にじゃあ半分にふさわしい感じだったっていう感じまあそうねもうお腹いっぱいぐらいになってる <laughs> こっからでもまた本能上編とかあるわけでしょそうだよね休ませてくれよって思った <laughs> <laughs> いや 今年も死ぬ気で、チャンネル更新していくわけですね。まあ、そうだね。はい、うん。だいぶ、だって本能寺の辺だって、そろそろでしょうん。んそ,そうです。そうです。なんでも、七月、七、うん、月中、七月中にやるってね。うん。あの、告知動画も出てましたから。はい,はいはいはい。もうちょっとだけ、あの、本能寺の映像、出てたからね。うん、あ、本当。うん。あの、岡田さんが、岡田信長血まみれなってたよ。う,うわ。今んとこめっちゃ怖いよ、こうやって。や、ね、<laughs> やってますよね。あかっこいい、じゃ、これ、ずっとこうやってやってるからね。 あれ,あれ何なんすかあれ考えてる時のポーズなのかこうアピールする時のポーズなのか中二病ですね <laughs> ずっと中二病の信長そういうとこあったのかな信長今回の信長もさ、うん、結局そのなんか俺は何も指し出せんとか言ってさって、ね、好きにしろとか言ってね、はい、で結局その家康たちは好きにしろって言われたけど、うん、あもう絶対許してもらえないと思っちゃって、はい、ああいう選択をしてたわけじゃん。うん まあでもまあ俺は解説動画の中でいやまださ殺せとは言われてないんだからなんとかする方法なかったのかみたいな結構言ったけどでも結構コメントとか見てるといやもうあんだけ信長にあの怖いね水野のおじいえとかも殺されてるからさあんだけ怖い信長だったらそなんだね別に言ってなくてもそれ殺せってことだって思っちゃうでしょみたいな。 まあ確かにそれはねそうかもしれないとちょっと思ったんだけどでも結局信長最後なんかさあの佐久間さんがさ「よかったよかった」とか言って何が良かったな」とか言ってさ「顔見せるな」とか言ってさ首にしちゃってたじゃんめんどくさとかそりゃそう合ってたんだその解釈でどっちだよと思っちゃったけど結局そう言ってるってことはさまああんだけ脅してさ俺何も言わんとは言ったけど結構本心ではん 別に多分殺せとまで思ってなかったんじゃないかなってああ、それそういう解釈だよね最後のそのシミュートそうだよねそうそう最後のだってねあのなんか不満そうだったじゃん不満この結果に関してなんか違うなみたいな感じかわしてたしさあの酒井さんがさ読み上げてたじゃん後藤くの手紙をその時もなんかさずっとこうやってたじゃんやってたあれ今の張ったと思いでんですかいや違う張ったと思いは俺は俺俺は俺 信長はこれ <laughs> いやあれ声張ったともげじゃないですか <laughs> 信長はこれ <laughs> 俺は俺だすみません張ったともげ嫌いの人がいたらすみません <laughs> 僕好きでちょっとすぐ振っちゃうんです <laughs> そうこれはちゃんと武士ラジオ見てくれて意味わからない <laughs> <確かに笑>鎌倉殿の13人の歌だから、はい、ちょっと過去放送見てください、うんはい、まあでもそっか 不満そうだっそうそうだから信長もちょっとやっぱ変なキャラというかさうまいことコミュニケーション取れてないなと思うから本能寺の変も楽しみよ楽しみだねどんな感じになるのかほんとはいやもう本能寺の変に向けていろいろんかね歴史好きたちは動くんじゃないですかそうです私もねかくいう私も本能寺の解説にはちょっと気合いを入れてやろうと思ってますしやっぱこう1個入るんだ本能寺1個入るよやっぱちょっとね狙いますおお 再生回数取れる動画をまあユーチューバーである以上ね、はい、しっかり力入れたもんこのために作りたいと<う><ー>本能寺の辺の、うん、まあいろいろね書籍を解説したりとかそれからちょっと信長に関してもこれねちょっと告知もうここでなっちゃいますけどこの「武士ラジオ」で一回信長についてめち,めちゃめちゃ語るっていう回をやった上でちょっとメインチャンネルに上げようかな マジっすかそう武士ラジオがメインチャンネルに1回だけ昇格する昇格限定昇格やったやっぱちょっとね武士ラジオをねこれから本数も増やすって話なんであのもっといろんな人に見てもらいたいからちょっとメインチャンネルに上げますなるほどあただこの武士ラジオっていうのは基本的にはその僕とこのアメノ氏のヨタ話が中心でさっきみたいに急に張ったと思うよねものマね振ってきたりとかくだらないことが結構多いからメインチャンネルに上げちゃうとねふざけんなって言われる可能性があるので。 その会はちょっと結構真面目にね、やろうかなと。でも真面目な信長会楽しみですね。いや、そうですよ。マジで知りたいこと多いから。一体ね、彼はどういう人物で、で、なんでそんな本能の変なんで起こされちゃったのかってね。と深掘っていこうと思ってますので。ああ、めっちゃいいですね。ぜひね、皆さん楽しみにしていてください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、まだまだですよ。半分終わったとはいえうでね。いまだまだありますから。そうですね。え皆さんもね、あの、もう見るのやめるとか言わずに。はい。あの、チャンネル登録していただいて、一緒に見ててください。そうです。ぜひ一緒に見ましょう。よろしくお願いします。はい。 ございます。ええ、ではですね、こんな武士ラジオにはたくさんのコメントをいただいておりますので、コメント紹介コーナーいきます。ミスター武士道の宮迫子。いや、コメントね、すごいですよ。さっき600件とか言ってました。武士ラジオも負けず取らず、コメントいっぱい頂いてますから。ありがとうございます。紹介していきたいと思います。ガンド c 77さん。はい、ありがとうございます。コメントありがとうございます。はい。 えー「こんにちはじゃじゃいつも楽しい動画ありがとうございます今後もゆるく長く頑張ってくださいありがとうございますお二方とも応援していますと」と、はい、まさに今言った通おりるいやつをしてり楽しんで <laughs> 応,援応援のコメントね <laughs> すごい普通のコメントねありがとうございます <laughs> 楽しんでいただいてあごめんなさい何度動画かあの言うの忘れてました、はい、これあれです家康の,イエスの キャスト予想ああキャスト予想ね今後のキャスト予想の動画についていただいたコメントでございますそうだあれもねそう結果発表されましたからね一部なんです<部>でめちゃくちゃコメント多くてうん、うん、あと予想してくれた方も多かったんで、うん、この 目安箱の中で紹介するには足りないんでちょっとこの答え合わせ的な動画もやりたいなと思ってそのために予想を書いてくれた人は一旦ちょっと今回でのご紹介を避けてその回の中でこういう予想がありましたって発表してああだこだ言ってくるとこもねもういいじゃないですちょっとその回やるんで今回は感想的なコメントをご紹介していきたいと思います続きまして竹取の沖縄さん沖縄さんありがとうございます 2024年タイ河、うん、光る君へ期待してます。はい、今年はすでに放棄しました <laughs> い。 なんんんで放棄するだよよ一緒に見うっってて言じゃさっきも言いましたんで竹富の大きなん見ましょうとりあえずまだあと半分あと半分ですから半分まで来ましたから半分かで来たからねまあでもね確かに合う合わないもあるからねどんだけ名作でも俺は面白くないっていうものもあるから無理に押し付けることもね違うなと思うけどまあんだろう俺らのこのヨタ話についてこれるからさなんか別に一生懸命見るとかじゃなくてなんかちょっとご飯食べてる時につけとくとかぐらいでいいからねなんかちょっと見て そうですねだって気持ちはわかるって言ってましたもんねやっぱね好き嫌いがあるっていうのはそうそうそれは本当にそう合う合わないやっぱあるからねはいはいはいまあでも「光る君へ楽しみにしてます」いいじゃないですかいや俺も楽しみですよ次回作やっぱ楽しみですよねうんあとまあちょっとねここではまだ言えないんですけどなんと「光る君へ」に関するスペシャル動画もすでに撮影しておりますちょっとマジですか ここでは言えないんですけどって今言っちゃったんじゃないですかなんか他,他、もっと隠してることがあるってことですかそうです。あの、他の動画じゃないですよ。うん、あ、そう、うん、それ上がると近々。 上がりますすげえ動画が上がりますマジっすかちょっとすごいっすねむしろ一応告知のレベルすごくいいんですか告知ここでしちゃっていいですいいですよいいんですかちょっとまだね解禁ではないからねちょっとタイミング見てまで言いますけどあ本当ですかわかんないでもこの動画が上がる頃ぐらいにはまあまだかなでも多分この動画が上がって少しぐらいしたら多分その動画が出ますんで楽しみにしててくださいぜひ竹取りの皆さん楽しみにしてくださいもうすでに私勉強してますから平安時代もう始まってますかもう始まってるよ家康半分でもう始まってる始まってる やっぱね戦いっていうのは2手3手先を見てやっていかないといけませんからだからもう光る決めが始まったって言ってから勉強してたらそれはもう三方ヶ原のい家康ですから信玄言ってましたから戦いっていうのは始まる前にもうね勝敗決まってんだと勝ってから始めるもんだと。 先に光る君の勉強をしてから解説を始めるんですよ。はい、いやちょっと物まねしてんすかしてないですかどっちですか今すごい中途半端のところをずっと。いやいや物まねじゃないよ。物まねじゃないよね今、うん、<laughs> ちょっとやったからねいや戦いっていうのはで、ね、スタートやんのかなと思ったら途中で戻ってったんで。っセリフをしっかり覚えてない。<laughs> セリフをしっかり覚えてたら多分阿部寛さんが出てた。出てたよね。うんあ忘れてあん,、まあんま覚えてないかかやそ。そう辞めたそううろ覚えで急に言ってたからなんかこんな感じだったなっていう <laughs> あのね、はい、戦いという。 を<お>勝ってから始めるものぞ俺は俺だこれが武士ラジオでございますゆるーく長くやっております阿部寛さんと近いんだな <laughs> 市原さん。いや近くないわ <laughs> 物にしましたじゃないんだよどっちもしてないから物には <いや S 1> <laughs> すません竹取のお客さん、今回どうするやつもよかったら一緒に見ていきましょう。よろししくお願いますで最後ですね、みお T さん、なんとなくちょうどいいかもしれない、ったとも家シリーズ好きです。今後ドラマ内で濃いキャラ出てきたら、それに扮して、またやっていただきたいですこれ、これやらせじゃないですよ。本当にたまたま本当にもう事前にあの取り上げてますから。うちのスタッフが書いたとかじゃない 違夫。違う。ミオティさんはあの隠れみのじゃないんで。うわぁ、ちょっと今後のキャラも楽しみだね。ちょっと本当にいいですか、ミオティさん。こんなに続きますよ。うん、こういうの好きだからやっちゃいますよ。うん、いや、でもね、後半、うん、どうするやその後半戦でね、楽しみにしてるキャラがいるんですよ。はい、おえ誰ですか織田信夫です。信夫,信夫 そっか織田信夫が出てくるわけう、信長のねバカ息子がはい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 はねここの武士ラジオはではい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 は太はいはいねいはいはの時いは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 いさんはい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 のいは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 いい